11日木曜日、大津市議会議場で全員協議会が開かれ、議長の立候補者が所信表明を行いました。大津市議会では、平成27年9月に策定した議会ミッションロードマップに、議長立候補者の所信表明制度を掲げていることから、より開かれた市議会を目指そうと、去年から議長の立候補制を導入しています。今回立候補したのは、自民党系会派の御政会に所属する中野ひろこ議員です。所信表明を行った中野議員は、共通の政策課題を抱えている近隣他都市との連携や、女子学生議会の開催などを公約に掲げました。この後、質疑が行われ、市政会の谷裕二議員が、これまでの連携の成果に対する評価と、さらなる発展に向けた意気込みや、女子学生議会の開催目的などについて質問しました。なお今後、5月15日月曜日に開催される、平成29年市議会定例会招集会議において、正副議長の選挙が行われる予定となっています。